はあ、え、ということはジャックシェリーか一番役で当たったってことですかね。あるよ。金カバ。これ間違いないな。今日はあれだ、万枚だ。良さそうです。残り物に服はありましたね。この台ともう一台あったかどうかなんですよ。銃をその方が取られてて、先に入ったお客さんに。お、ボーナスかないか。いや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 、103番で入場した甲斐があったね。あ、楽しい。あ、もう必ずビースト行くじゃんね、突破ゾーン。ドーンドーン。さあ、いきなり特化ゾーンからでございます。よし、ゴリラ行った。とりあえず行った、超えた。さあ、これが3ゲーム連続で上乗せできないと終わります。リプレイ以外引けば上乗せだったと思う。あ、というかなんかチャンス面引いてんじゃん。チャンス面30、ボーナスはない。リプレイでも、リプレイでも乗ることはありますよ。やべえ、頼む。うわ、終わってる。全然しょぼい。ダチョウと変わんねえじゃねえかよ。まあでも10、20、30なんでサクセスストーリーではありますよ。まあ、この先が楽しみです。しかししょぼい。ゴリラもっと頑張れるイメージなんだけどな、印象なんだけどな。サファリチャンスってみんな知ってます？サバンナパークっていう機種の、あれは ART なのかな、 AT なのかな、まあ、その最中の曲なんですけど、まあ不評でしたね。あの曲がじゃなくて台がね。俺は好きだったんですけど、グレートサファリツアーつって当時としてはものすごい確率の低い役を積んでたんですよ。3万2768分の1かな、8000分の1のゴッドですら、うわすげえの出たねみたいな言われてた頃と、まあ似たような時期の台なんですけど、まあもうそれよりもうちょっと後なんだけど、ね、ただ当時って1ゲーム10枚増える AT とかがザラにあったのに、確かね1ゲーム3枚とか4枚とかそれぐらいあったんですよ、サファリパーク。じゃあサバナパーク。だからね、ほんとね、能力の割に出ねえじゃんみたいな。今出たら、今あのスペックがあのまま出たらめっちゃ爆裂機でしょうけどね。まあまあ当時はそんな台だったんですけど、そう、個人的には好きだったんだけどね、あんまり流行らなかった台の AT 中だか ART 中の曲ですね、これは。やっぱ単純にここの球の数で決まってんじゃねえかな。下手くそすぎるだろおい。全部リプレイって、いやーちょっとこれはないね。もっともっともっと引き戻しますよ。ひどい。
お、動物大集合でしたっけ、全員集合でしたっけ、勢ぞろいか、キリンで、マングかわいい、まあ、こっからだよね、化けかな、多分目押し見せてないと思うんだよね、これ下段かな、下段に7かな、これは目押しミスったのかな、白、まあ、ようやく来ました、そーゼロを目指しましょう、ゼロ10個は無理だからね、さすがに9個10個は厳しいと思うんで、肉当ててる、あびっくりした、そんな別に何かが当たったわけじゃないんだけど、すげえびっくりした5個取ったよ、いやー3択当たらん、あ、こういう風になるの、へえ、ああダメ、あ、よかったダメじゃなかったよし、これで ART ぞ、 ART 入れるぞ、ダチョウ、あ、そっか、ここで出てくるのか、2個蹴った、頼む頼む、よっしゃー、長かった、長すぎました、通常時がエース、さあビッグから中央モード、中央モードからサバンナチャンスでございます、このサバちゃんをかなり頑張らないとプラスすら見えてこない、まあ、これはしょうがない、ここはしょうがない、この後だ、大事なのは、さあ大事だぞ、来い、あーライオンか、初めてやりますライオン、どういうもんかよくわからん、コンボ AT ということだそうですけれども、コンボ AT というかコンボ特化ゾーン、これはいいんじゃないですか、9麻薬成立までコンボ継続、弱者だけどいいんじゃないですか、1コンボ、お、なるほど、9枚成立までコンボ継続、あ、これにかかってくるってこと、30か、え、これはあーもう終わり、うわー大したことねー、9枚引くな、
あー、表彰っぽい。しょぼいね今日の。なんだなんだろうか、連チャンしてたのかな。いやー、特化ゾーンでやれない。リプレイが引きて、もうあんまりだろう。あ、これはいいんじゃないの。外れか、外れがよく出る。あー、一回も引き戻してね。ART 中の外れが ART435 ゲーム消化して、24分の1、悪くない数値でございます。結局また500枚超えてないんだよね。押す、お、チャンス目。ボーナス重複でございます。7じゃないのかそして目押しができてなかったです。また折れねえぞ俺は。まだ折れないよ、まだ戦うよ。確か夕方背景だったと思う。お、赤いマングース。強い方がいなくなりました。負けんだ。あ、こういうパターンがあるのね。めんどくせえなこれ。これ全部読むのはめんどくさいね。ダチョウが繰り上げ優勝だって。さあ、どう、完全なる目押しミス、言い訳のしようがない目押しミスです。滑ったな、滑った。難しいな目押しって。4桁、4桁乗せ。すげえ、4桁乗せした人が現れました。僕はまだ通常時がお友達です。
何が起こってるんだ。え、2000、3000、約3000ゲーム乗せだそうですよ。2980、すげえ。夢あるな。ダチョウでしょ、ダチョウでしょ。やっぱダチョウが一番破壊力あるのかもしれないですね。あ、俺がやった風に見せようとしたのにこうやってさあ2980の背なんて見せられたらね、こちらもやる気は出るね。やる気と結果は関係ねえから言っとくけど、はあ、努力が必ず報われるなんてことはないんですよ。そしたらみんなオリンピック選手になって金メダル取ってんだからね。そういうことじゃないの。やる気と結果は必ずしもリンクするわけではないんです。オーラだけどそれに近づく可能性はあるんですね。分かったでしょお、ボーナス当たってんのかなこれ。あ、ボーナスかな。さあ6ゲームでビッグ重ねますね。無理だよ。この後に及んでですよね。もういいって、もういいって。さすがに俺もさ現実見てるよ。まあなかったけどな今。しかし何がどうなったら3000ゲームになるんですかね。初期ゲーム数で30取ってたとして、100倍にしなきゃいけないんでしょ。100倍にするってすごいことですよね。どうやったんだろうマジで。お、マングースだ。おお、上がってきましたよ。通常時のチャンスゾーン突入率がチャンス目からの。ここで勝てるかどうかはまた別だけどね。笑うよな。何を期待して俺これ消化してんだって思うもんね。こういう展開になっちゃうとね。10%か。うわー、これはあ、え、あ、なるほど、これは当たりましたね。さあ、23分の4以上です。定格チャンス目からのチャンスゾーンが悪くなくなってきた、良くなってきた。ただここをなんとかしないと。あ、よしよし、
だいぶいい、だいぶいいよあいつよりは。あ、おお、もう 40% じゃん、ほら最低 25% から始まってるからね。そうか、なるほど、対戦相手でこっちのキャラも決まるわけだ。ってことは黒ひょうだった場合はライオンも出てくるわけね。お願い、よっしゃ、勝った。いやー、何度目ですか、6度目ぐらいですか、6回目、7回目の ART でございます。そろそろまともに続けたい。連打？大したことねえな、おい。めちゃくちゃ期待したぞ俺。これだけ過酷な道を歩いてきて、今まで初めて見た演出ですよ。まあこんなもんだよな、現実は、うん、仕方ない。はあ、下皿のね、そこをねまず 見えなくしたいんですよ俺は。 すげえ見えてっから今、本当にすっかすかなんですよ。ボーナス絡めないで ART 行ったからまだ50枚60枚しか取れてないからね。とりあえず下皿をもうこの後に及んでですよ、試合終了30分前で下皿見えてっからさ、ここはなんとかしたいよ。これもう1ゲーム後に取っときたかったな。お、来た、ゴリが来た。あ、リプレイ。ゴリって基本的にベルなんですよ。高速崩れなのかな。あ、そうだ、今日初なんで引き戻した時は最低30になります。初当たりの時は最低50なんですけど、2980ゲーム載せた人に後でインタビューしてみましょうか、どういうことになったんですかって。お、ライオン、獣圧、重圧、変なとこおっしゃったね、これどういうことなんだろうね、これ。チャンス目、お、全員いる。これはボーナスか、え、あ、かっこいい。あ、連撃、あ、ついに来た連撃。あ、これで終わりなんだ。おっと、さあ、とりあえずでも一番下回避した。まあまあまあ、あのゼロは確かないはずだから、これで乗せられなくても、あ、乗せるんだね、必ずね。かわいそうだから、かわいそうだから、あれを引かないで、ベルを引かないで終わることはないってことかな、つまり。お、なんだ、ただのリプレイなの。リプレイでも 20% ぐらい乗るって言ったかな。お、乗った。
60か。あ、多分獣玉何個か取るんじゃないのかな。あ、佐藤が外れ。あ、すごい、一気にまた。もうついに来たんじゃないですか、3000ゲームチャンスが。もういいよ、もうダチョウいいよ。お、おせえわ、マジおせえわ。結構派手だったじゃないですか、ゲーム数3桁いってないし、獲得枚数もまだ100枚くらいなんで、まだ下面スカスカですからね。ああ、ハゲ散らかしてますよ。いやー、泣ける。お、3連目でナビが黄色い。ギリギリ残り2ゲームで5個たまりました。もう一丁、あー、いかない。さあ、ライオンです。もう、なんでこんなしょぼいんだよ。あー、もうしょぼい。3000とか本当なんすかねえ、こんなばっかじゃん。3000とかもうあれだな、ちょっと嘘だよ、嘘、合成だよ。いやー、500枚は高いね、壁が高い。いやー、厳しい。何がどうなったんですか。ダチョウで10倍、何枚も10倍が出た。3倍とか5倍が結構出たんですか。え、初期ゲームは10ゲームだったんですか。10から3000だったの。いやー、すごい。いやー、前回前節とは打って変わって魂が抜けるような試合でございました。はい、第8節終わりましたね。中央結局打ち切りました。序盤で設定2以上っていうのが出て、かつ、まあ、その後も高設定っぽい挙動をねちょこちょこしてたんですよ。通常時から ART 直撃してみたりとか、 ART 中のハズレが上の方のね出現率、確率とまあ似たような出現率だったとかいろいろあって粘ったんですけども、私投資が3万7000円で回収がなしなので、1850枚ですか、1850点のマイナスでございます。
いやー頑張ったんですよ。7回か8回か ART 入れたんですよ、初当たり。うん、入れたんだけど500、平均500枚以上あるんですよね、設定1でも。そのやっぱ ART の価値がでかいんですけど、1回も500枚届いてないかもしれない、もしかしたら1回あったかな、それぐらいです。需要全体的に悪くなかったんですよ。隣の台も設定3以上出たし、その3000ゲームの台も設定4以上のあれ出たし、で左隣も通常時から ART 入ったりとかあったんで、まあ、需要全体的に多分ベースは高かったと思うんですけどね、まあ、引いたもん勝ちの台かなというところですけど、まあまあまあでも面白かったんで、またどっかの機会で打ちたいなと思っておりますけれども、さあ、私の尻拭いをサポーターの方は皆さんはできたんでしょうか。早速結果聞いてみたいと思います。さあ、11人から始まって 1,2,3,4,5,6,7,8,9 2人しかかけていない。みんな戦えてたってことでしょ、だから残ってるということは。複雑な顔してる人もいますけどじゃあ端から聞いていきましょうか。あの枚数だけお聞きしたいと思います。お願いします。400枚です。231枚。0枚。ゼロ。1781枚。お、4桁お願いします。2800枚。2000枚でまだ隣1枚です一応ね、天外持ちだし禁止ですよそれ。天外持ちだしえはい、お願いします。3000枚です。はい、3000枚。何で？エヴァで。エヴァ2800枚出て、お移動してコードギアスでハイパービッグ2連チャンさせて、おお、うまい。さあ、そして隣で売ってた2500枚ですね。とりあえずで、まだあるでしょ、あと300ちょい。あー、お上手。さあ、お上手な皆さんの結果を合わせますと 12,713枚なんで 1,271点でございます、皆様の合計で。私を足すと、マイナスになっちゃいますね、579点でございます。でもまあ皆さん頑張ってくれたおかげで私のマイナスがほとんどなくなりましたので、ありがとうございますそういうもんじゃないですか、サポーターの力を借りてサッカーっていうのは成り立つもんですからね、これでいいと思います、はい、こういうもんだと思いますなんかハイライト的なものはあるんですか、俺はこんなことやったぞみたいな方なアド2で裏ボーナス俺打たないからそれがどんだけすごいのか全く分かんないんですよ。今回のポジションですけど、どうしましょうか、どうしましょうか。まあまだ全然どこでもいけますよ、キーパーでもいいし。ただ俺ね、あのポテンシャルを見ると2980ゲーム、2890ゲームだったかな、まあ、3000ゲーム近い上乗せを見るとフォワードがいいんじゃないかな左のフォワードで、ファイナルアンサーです。さあ、もうあと3人決めなきゃいけない段階、まだ段階なのに4人フォワードがいるわけですね。なかなかのチームですよ、これはエンジンがかかったらとんでもないことになるね、さあというわけで今回の結果踏まえると、まあ、1万2000点強ぐらいかな、なったんで、まあ、あと4、9、10、11とあと3節残ってますんでね、3試合残ってますんで、これはもうだいぶ大丈夫じゃないですかね。1万5000点いけると思いますんで、ぜひ次回からもお見逃しなく。それではまた次回の試合でお会いしましょう。さよなら。さよなら。